はい、皆さんこんばんは。スマートシティインシュートの南雲でございます。今日も大変お忙しいところ、このウェビナーにご参加いただきまして誠にありがとうございますと、毎度ということですね。で、今日はですね、全体で122回目と。で、日本型データ社会加速なシナリオとしては15回目ということで、まあ、このシリーズも随分と積み上がってきたかなというふうに思います。それで、まあ、最近はね、皆さん、なんていうか、また感染が大きく拡大してきているので、コロナっていう言葉を、まあ、気にするというか、耳にするというか、機会増えてると思うんですけど、もう一つね、やっぱり毎日今耳にすることにが増えたのって、やっぱデータって言葉と思うんですよね。で、今日はね、そういう意味で言うと、まあ、このシリーズ1回目から積み上がってきて、オープンデータって何とかね、データって何みたいなところから始まって、まあ、ある程度こう形をこう、なんていうのかな、体系立ててお話を聞けるチャンスかなというふうに思います。ということで、題しまして、官民データ活用共通プラットフォームの取り組みということで、官民データ活用プラ、共通プラットフォーム協議会の奥井さんにお越しいただいております。奥井さん、どうぞよろしくお願いします。奥井さん。はい、今行きます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。はい。それからホストですね。いつもと同じく、アスコイパートナーの月田野さん。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、今日はですね、まあ、さっき申し上げた通りで、データの体系的なお話を聞くいい機会なんですけども、このね、今日のウェビナーが始まる前に、It's now or never という話があって、まあ、最大のチャンスであり、これを逃したら、もう二度と日本はデータ社会へ移行することは難しいじゃないかっていうぐらいね、緊張感があるタイミングを迎えてますけども、まあ、そういうタイミングで、奥井さんにですね、まあ、今までの流れも踏まえて、いろんなお話をお聞きできると、本当に恵まれてるなと、個人的には思っております。で、これから、奥井さんにバトンタッチをして、プレゼンテーションしていただきますけれども、視聴者の皆さんはいつもと一緒で、チャットボックスを使っていただいてですね、コメントとか、クエスチョンとか、エールとかですね、ご自由にご投稿していただければというふうに思います。で、その際に送信先のプルダウンボタンで、すべてのパネリスト及び出席者というのを選んで書き込みをしていただきますと、全員で書き込み共有できるので、奥井さんのプレゼンテーションの後に、それを見ながらみんなでディスカッションという形で、いつものパターンでやりたいというふうに思います。それではですね、奥井さんよろしいでしょうか。はい。じゃあよろしくお願いします。それでは、今日は、私が代表理事を務めております、官民データ活用共通プラットフォーム協議会。あまりにも名前が長いので DPC と呼んでおります。これがどんなことをやってるのかっていうのを、お伝えしようと思います。とりあえずキャッチフレーズ的にはまずつなげてみようという形でやっております。なんでこんな長い名前の協議会になったかというとですね、この左側の絵にあるように、データっていうものがどうも GAFA とか、あるいは中国のあれとかに、まあ、なんとなく奪われそうだ。巨大プラットフォーマーの総取りっていうのがいて、これに最初に反応したのがヨーロッパで、ファイウェア、あと、インダストリー4.0だとか、インダストリアルデータスペースっていうのもありますが、それとファイアっていうのは、3つ連携したプロジェクトです。これで、共通プラットフォームっていうのを、作ってですね、それで、後でご紹介しますが、スマートシティではほぼデファクトに近いぐらい普及して、オープンソースです。で、日本はですね、4年前ですか。2016年の12月に、今の平井大臣を中心として、官民データ活用推進基本法というのができましたので、まあ、これに、まあ、ヨーロッパ型なんですが、これに対応して民間で、それを支援しようというイメージで作ったので、名前が
官民データ活用、で共通プラットフォーム協議が長いのになってました。でやってるのはですね、あの A システム B システムあっても、NGSI っていう API でつなげばみんなつながりよ、データのやり取りできるよっていうことをとりあえず今やっております。で目的はまあそういうことなんで、あのデータ、活用のプラットフォームを、流行らせるということなんですけれども、使ってるのが NGSI は、これはあの確か NEC さんですかね、提案して、国際標準になった API です。で、ヨーロッパでたくさん使われておりますんで、まあいわばあの大坂なおみみたいに日本生まれて海外で活躍して最近日本に戻ってきたみたいなイメージのものです。で参加企業の下の方を見ていただけるとお分かりになると思うんですが、富士通、日立、NEC、NTT とかですね、あの外資系では Amazon とか IBM とか SAP とかマイクロソフトとか、まああのほぼ日本国の IT 企業の多くは全部揃ってます。でそこにあの自治体の会員なんかも入っていただいていろいろやっています。組織としてはあの理事会の下に技術ガイダンス委員会、これはあの NGSI を国際標準化した NEC さんがやっています。から官民実装促進ということで、産業保安、これは新日鉄ソリューションズですが、あの巨大インフラ、巨大プラントの、メンテナンスです。巨大プラントのメンテナンスは、あの人が歩き回るじゃないですか。もう人も足りないし、高齢化してるんで、IoT 化しようという話です。でロボット、ワッキンググループは TIS さんで、これはのサービスロボットですね。いろんなサービスロボットあるわけですね、あの国内に。でどういう機種でもいいから、とりあえず一つのプラットフォームで連携して動くっていう、複数種類のロボットを一つのプラットフォームで連携して動かすっていうのをやっています。またレグテックというのは、これはあのこれも新日鉄ソリューションズさんですが、金融庁ですね、あの大手銀行は別に大丈夫なんですが、中小の金融機関は金融庁へ コンプライアンス の報告ですね、あれが膨大になっているので、あれをなんとか標準化しようという話。それとあとプラットフォーム接続実証というのは富士通さんにやっていただいてて、ここに参加している各社が、一つのプラ開発テスト環境の上で接続テストをしています。外部連携委員会は、これはあの外部団体との関連で、ちょうどあの日立さんのがあの今経団連の会長会社ですからやっていただいてて、で活動促進委員会っていうのは、まあ、プロモーションやるんですが、重要なのは開発テスト環境を持っていることです。あのここだけ富士ソフトというちょっとあの他と違う感じなんですが、これはあのお分かりいただけるように、あのクラウドのテスト環境を作るときに NEC とか富士通とか日立とか NTT とかどれかの会社の環境を使うってわけにはいかなくてですね、とりあえずあの中間的な、富士ソフトの環境でやっています。でこの開発環境を持ってるっていうのが非常に特徴的なところです。なかなか実環境を持って動いてる団体って少ないもんですから、でこれでやっているのは、基本的にファイブウェアのモジュールがただなんで、無料なんで、オープンソースですし、それをぶち込んでですね、NGSI のテストができるような環境とか、トレーニングができるような環境、っていうのを揃えています。で、実際に、これは環境を用意するだけじゃなくて、誰も使えないんで、どういうふうに使うのかっていうハンズオンの研修なんかもやっています。みんなで
まだコロナになる前ぐらいの頃に、みんなで会場にパソコン持ち込んで、各社が一斉につなげてみるとかですね、そういうことを、やりました。これですから、会員になっていただければ、どなたでも接続できます。また開発もできます。それぞれクラウド上でパーティションを割り振りますので、そのリソースを割り振った中で、ご自由にお使いいただけます。で、とりあえずつないでみようってことなので、まず昨年度、富士通、NEC、TIS、日鉄ソリューションズさんで、それぞれの環境で、つなぎました。例えば、富士通さんは、センサーとパッドライトですね、くるくる回るやつ。で、NEC さんは環境センサーをつなげて、で、TIS さんは、確かロボットの環境をつなげて、で、日鉄ソリューションズさんは、例の、プラントの、メンテナンスの IoT の環境をつなげるということをやりました。で、その後ですね、日立さん、NTT データさん、コムさん、ユニシスさん、マイクロソフトさん、アマゾンさん、セールスフォースさんあたりもつなげてみました。つながったかどうかというと、つながるのが当たり前でして、これは同じ API なんで、つながるのが当たり前なんです。で、つながったんです。じゃあ、そのつなげた時の NGSI って何かというとですね、これはファイウェアっていう団体がいて、ファイウェアっていうのはヨーロッパで EU ですね。EU が半官半民で2011年からやったプロジェクトで、今完全に民間に移行して、ドイツにいます。で、ここが採用している技術で、実際の標準化は ETSI ですね。欧州電気通信標準化協議会が標準化を進めています。で、いろんな業界団体がこの NGSI を使っています。アメリカでもそういうような形で、ホワイトペーパーが出たりしています。で、オープン API なんで、しかもオープンソースなんで、各社がソリューションに入れていいんです。自社のなんとかソリューションっていうのに、これ組み込んでいいんです。何しろ、ただなんで、構いません。なので、ヨーロッパの企業は、自社のソリューションにこういうのを組み込めるっていうメリットを感じて入って入れています。で、当然同じ API ですから、データのフォーマットさえ合ってればつながるってことですね。で、ヨーロッパでは、巨大なエコシステムができてまして、170以上の企業、1000社以上のスタートアップ、特にスタートアップですね。スタートアップはこういう API、オープン API があってテスト環境もあって、で、自由に開発できるわけですから、これは非常にビジネス上有利になる。ね、でビジネスハブというこのプロモーション機関があって、開発テスト環境を持っているということです。で、スマートシティでは、スマートシティの推進団体の OSC、オープンアジャイルですね。で、ここが推奨していて、すでに100都市以上で、これを NGSI というか、まあ、ファイウェア、ヨーロッパでいうファイウェアですが、のモジュールを使ったスマートシティがすでに動いています。だからまあ、ほぼデファクトに近いと言っていいでしょう。ヨーロッパの半官半民のプロジェクトでやったもんですから、ヨーロッパの、コネクティングヨーロッパファシリティという、まあ、ヨーロッパはすぐに国境またいちゃうんで、そういう時のエネルギーとか交通とか通信の、時の、デジタルのモジュールは、この NGSI を使うことっていうことになっています。これは調達条件ですね。で、インダストリー 4.0 とか、インダストリアルデータスペースとかも、設定関係にあります。で、今日はデータ社会実現ということなんで、このデータマネジメント系の API としての NGSI なんですが、まあ、実はスマートシティのリファレンスアーキテクチャというのを、今年の3月、昨年度に、SIP で作りまして、これが、おおよそ、
DPC の理事企業にアクセンチュアさんが加わったような形で作る、ね、代表企業は NEC さんで作った絵がこんな感じなんですが、真ん中にこうある真ん中っていうか上下にあるオープン API ですね、 NGSI ですね。でコンテキストブローカーオリオンっていうのはこれファイアウェアのモジュール名です。でこうやってデータ連携基盤があれば、上下にいろんなものがいても、つまりデータを利用する人が上で、データを提供する人が下なんですが、でそれでつながるというそういうアーキテクチャ。で実際に API ってどんなのっていうと、これはRESTful の API で HTTP のメソッドで HTTPS かなでやってます。実際には HTTP なんで GET とか POST とか GET とか DELETE とか非常に単純な API です。でその時にデータのやり取りをするわけですから、データの定義っていうのがいるわけですよね。やり取りするときのその定義がエンティティの一覧だとか属性だとか、属性を操作するだとか、で値を操作するだとか、まあそういうような API として使われています。ですからプログラミングは非常に簡単です。非常に簡単なプログラミングになります。その代わりデータはきちっと定義しておかないとそれはつながりませんね。で、こういうこれと例えばスマートシティのリファランスアーキテクチャ、この昨年度の SIP で作ったやつですが、今お見せしているのが SIP で作ったスマートシティのリファランスアーキテクチャですね。まあ何しろスマートシティってその昔は経産省がスマートエネルギーってやってて、その後総務省がデータ利活用型スマートシティって始めて、で最近国交省がやっぱり都市だから国交省だっつってスマートシティ始めて超ごちゃごちゃになっていてですね、であまりにもごちゃごちゃしてるんで霞が関で統一してスマートシティタスクフォースというのが全省参加で入っていて、まあ、防衛省は除くですが、で今年度以降、全スマートシティプロジェクトはこのアーキテクチャに従うことということに決まる。でこのアーキテクチャに入って、どういうものかというと、ルールがあったりサービスがあったり、都市オペレーティングシステム、都市 OS が右にあったり、左の方は都市のマネジメントの仕組みですね。こういうものがあって、でこれが都市 OS だけ抜き出すとこんな形になっています。で下の方はデータが入ってくるので、下から上にデータが、タブデータが入って、入ってきたデータをアセットとしてマネジメントして、で、それをデータとしてマネジメントして、それをサービスにつなげるのがサービスマネジメントで、それを使うときには当然認証っていうのが必要ですし、で、サービス連携も必要です。右の方にはセキュリティとか運用っていうのがある。このアーキテクチャで、あれば他の都市ともつながる。で、この上のサービスも、API が統一されているので、ベンチャーだとか地元の企業が開発しやすいということですね。現実問題として上の方のスマートシティサービスというのは、DPC の、理事企業も作ってはいますけど、やっぱり上の方のサービスなんて作っても儲かんないですね。一個一個は。まあ、現実的には都市 OS も儲かんないです。よほど展開しても儲かんないですね。ですから、サービス連携だとか、認証だとか、セキュリティだとか、そういうような共通的にくくれるところで、お金をもらえそうなところで、商売をすることに。で、その昨年度の SIP の中で、8都市、のスマートシティをつなげました。これは多分初めてだと思います。このページの下の方に高松、富山、
加古川、札幌、会津、伊勢、東京、名古屋ってありますが、それぞれでスマートシティプロジェクトが動いていて、それぞれで都市 OS が入っています。で、左側の3つ、高松と富山と加古川はファイウェアというか、まあ、もともと NGSI です。で、その他の札幌、若松、会津とかは、もともと NGSI が入ってなかったので、この DPC の開発環境に、NGSI の口を広げて、ここにみんなアクセスしてくださいとやったわけです。そうすると、当たり前ですけど、つながるんですね。で、それをつないでダッシュボードみたいにして、一覧で見れるようにしました。まあ、つながるのも当たり前なんですが、やってみ、つないでみたことがなかったので、これまで我が国で。なので、まあ、そういう意味では画期的でした。あともう一つ画期的なことをやったのは、共通サービスカタログを作ったことです。イメージとしては、iPhone とかに App Store ってあるじゃないですか。Google にもなんか Google Play みたいなのがあったりして、ここは、例えば、実際にやったのは、富山でやったバスロッケのアプリケーションを、このサービスカタログに載せて、それをダウンロードし、高松でダウンロードして、で、動かしたという。つまり、同じ API で作ったサービスであると、このように横展開が可能なんですね。同じ API であれば。まあ、同じ都市 OS であれば、なおさらいいんですけど。ですから、いわゆるそのアップストア的なものを作ってみて、実際にやってみたっていうのが、これが、画期的でした。で、相互運用性を確保するためには、っていうのが、実はスマートシティをやってるのは内閣府の科学技術イノベーション。スーパーシティをやってるのは内閣府の、地方創生推進。実は内閣府の中でもバラバラなんです。で、まあそうは言ってもなんか相互運用性って重要だよねっていう話になって、昨年度の、SIP でこういうモデルですね。データ蓄積方式、データ分散方式、でデータ本体のと、それの API の仕様、データモデル、プロトコルみたいなものを整理しました。で、これはいずれも NGSI であれば全部対応できます。データ形式は基本的には JSON で書いています。で、内閣府の地方創生推進のスーパーシティですね。これから公募が、自治体の公募があるわけですけど、あれでもですね、相互運用性確保が重要だっていう研究会が始まり、ありまして、それでも基本的にこのモデルを採用しています。いや、別のモデル採用されちゃ困るんで、統一していただかないと困るんで、まあ、ここでリンクは取れた。今、地方創生推進の方では、スーパーシティ、スマートシティのデータ連携の検討会っていうのが始まっています。そこでもこの方式でやろうということで、違いは何かというと、スーパーシティは、API を、オープンカタログにする、公開するっていうことを明示して、スマートシティの方では特段、なんか明示しろとは言ってない。公開しろとは言ってないですね。スーパーシティでは公開することっていうことになってますので、こういうのが始まったときに、その API が内閣府の、ホームページで公開されることになります。ただ、NGSI はもうすでに国際標準なんで、これは公開されようとされまいと皆さん使います。まあ、ですから、ディプチェも、どの道使うよねっていうものを今やってるわけです。で、共通 API のレイヤーというのがあって、これはセマンティックとテクニカルで、語彙の体系、データモデルですね、上の方が。語彙の体系、データ項目、データ構造、これがデータモデル。で、これを基本的には
JSON で書くわけですけれども、その下の方が API の仕様、API のモデル、データ形式、ここで JSON が出てきて、通信プロトコルですね。このくらいのところが基本的に TouchOS でカバーしなきゃいけないよと言われているもので、上の方がデータモデル、で下の方が TouchOS の API です。まあ、ですから NGSI はすでに使われている API で、この他にもこれからいくつかの API が出てくる可能性があります。すでに明らかに存在しているのは、自治体のオープンデータの連携ですね。VLET っていう団体がやっている Int Open Data っていう API ですね。性的なデータをやり取りするときには、Int Open Data で全然構わないですね。動的なデータ、IoT やなんかでのセンサーとかで使うような動的なデータをやるときには、NGSI が向いています。だから使い分けすることになると思います。で、これは、スマートシティのリファランスアーキテクチャでさっきから出てるやつですが、そこで認証系の API から、それが認証と認可から属性の取得とあって、この後でデータマネジメント系の API、大体この3種類 API が必要だと。ということになっています。で、ここではですね、とりあえず、DPC の方では、この後出てくるのかな？順番に説明します。データモデルは、とりあえず、国際的に標準的なデータを使いたいので、データモデルを使いたいので、スマートシティでは、いろんなプロジェクト走っているんですが、多分国際的に一番大きい、ところを使った方がよかろうということで、オープンアジャールスマートシティが、使っているモデル、ファイウェアでは、ファイウェアのデータモデル、あるいは NGSI モデルという、まあ、いろんな言い方をしていますが、基本的にはオープンアジャールスマートシティでもう広く使われているモデルを使っています。で、ただ、別にそこにこだわる必要もないし、実は日本的にはそれでは全く足りないですね。何が足りないかというと、日本って災害が多いじゃないですか。大雨、しょっちゅう50年に一度の大雨っていうのが、年に何回もいろんなところで降って、洪水が起こったりしますよね。その洪水っていうのが、ヨーロッパとかアメリカの洪水っていうと、巨大な川の洪水なんで、日本の川と規模感違うじゃないですか。日本の川って狭くて、急峻なんで、来るときには一気に来るんで、つまり水位センサーのモデリングとかが違うんですよ。水位センサーの値のモデリングとかが。なので、そういうようなところは日本的に組み込んでいく必要があると、思っています。なので、こういう NGSI のデータモデルに対して、いろいろ日本的なものを加えるという形でやっています。このモデルは、スキーマ .org だとか、そういうようなところで使われているやつをなるべく取り入れているモデルです。この間も言われたんですけど、あれはどこだったかな？経産省ですね。共通語彙基盤やってる、IMI っていうのやってますよね。IPA さんが。で、あれが基本的にデータのエンティティが日本語なんですよ。それは日本でやってるんで日本語なんですけど、こちらは、国際標準でやってるんで、データ名、英語なんです。そうすると、言われたのが、あれ？これ、NGSI で書くときって、英語じゃなきゃダメなんですかって聞かれてですね。それは、要するに国際標準を使うかどうかの問題で、日本の IMI の標準が国際標準だとおっしゃりたいならば、それは英語にすべきなんじゃないですかっていうことになるんですが、
いずれにしても、そういうような形で、今、英語です。エンディ。でも、現実問題は、データは日本語で、ですので、バリューは。全く日本語使ってて問題ないです。現実に、例えば使っています。で、先ほど、API で、認証認可の API っていうのがあったんですが、それがここでして、セキュリティの話ですね。NGSI のところで使っているのが、OAuth の 2.0 ですね。トークンの取得が、OAuth の 2.0 で、で、モジュールとしては KeyLock というモジュール、これはモジュールの名前ですから。で、DPC の開発環境でやっていて、で、そこでトークンを取ると、今度は、データの取得っていうのがやらなきゃいけないんですが、データの取得の時には、これは オープンコネクトですかね、やるんですけれども、この時にトークンを持ってきて、これでよかった、この人データ欲しいって言ってるけどいいのっていうのをトークンの検証という形でやります。リルマというのはこれもモジュール名です。コンテキストブローカー、オリオンというのもモジュール名です。実際、DPC の開発環境の中に入っているモジュールです。で、これがですね、どういう API になっているかというのが右の方に書いてあるんですけど、これはプログラミングする人のために、何のために、あるんですって言ってるだけで、これはあくまでご参考です。で、やりとりとしてはこんな感じで、AOS とか OpenID Connect って、割とWeb の API とかオープンソースの世界ではスタンダードなので、DPC の環境でもこれを使ってやっています。まあ、このフローは、ちゃんとやってるよっていうことの証明でして、これは、これで足りるのかって、実は聞かれるんですね。ゼロトラストの時代になって、これで足りるかって言われると、ありません。これだけではゼロトラストの世界に対応できません。したがってゼロトラストに対応するためにはもっとこれとは違うレイヤーでデータそのものを、秘密分散したり、あるいはエンドポイントセキュリティを入れたり、あるいは EDR ソリューションを入れたりっていうのが必要になりますが、これはちょっとレイヤーが別なんで、ここでは書いています。あとはですね、参考のために、ハイウェアの次の、プロジェクトが、ヨーロッパで走ってるのが、シンクロニシティというプロジェクトです。これはもうまさにファイウェアを使っているんですが、右の、いろんなところでやってます。パイロットプロジェクト。で、右の下の方に、丸1、総合運用へのコンテクスト管理共通 API。から、丸2、総合運用への分野ごとの共通 API というのがあって、丸一の方が、これが NGSI です。で、総合運用への分野ごとの共通 API というのも、基本的には NGSI なんですが、分野が違うと必要な API が異なってくるので、上の方がサービスレイヤーなんで、そこは開発してよい。したがって、ここのところで今、特にベンチャー企業がですね、競い合って開発をしています。なので、どっかに書いてあるはずな。丸1、丸2、で、丸3のところで、開発者支援サイトっていうのがあってですね、こういうのがあるんで、現実的には、大手企業は、そんな細かいソリューション作ってない。なので、細かいソリューションは、ベンチャーが作っていて、カタログを見ればわかりますけども、すでに1100は超えてると思います。アプリケーション。なので、いろいろなことで、エコシステムを回すっていうためには、共通 API とか開発環境が必要だよね。ということの文脈で、DPC の開発環境をやっております。以上です。すいません、ね。長引きました。これもう共有やめていいんですかね。はい、置いときます。これ、はい、一応共有じゃあ落としていただいて、はい、
はい、チャクイさんどうもありがとうございました。それでですね、視聴者の皆さんはここからコメントとかクエスチョンとかね、適宜書き込みをしていただければなと思いますけれども、で皆さんからの声が上がってくるまでの間に、まあ、いつものパターンですけど、北野さんと私から、徳井さんとなんかこうやり取りね、させていただくと、こういう流れでいきたいというふうに思います。じゃあまずいつものパターンで一発に僕から行って、その後北野さんという形でいきたいと思いますけども、もうこれでアーキテクチャのね設計自体はもうデファクトになっているので、だんだん実装に向けてっていうフェーズで、まさにスーパーシティもあってってことで向かっていくんだと思うんですけども、その都市 OS にしてもアプリにしてもそんなに儲からないっていうところがね、実は今回聞いてる人、と思った人もいると思うんですよ。なんかね、そこのところってあんまり、共通認識として皆さんに広がってるわけじゃなくて、データをつなげるためのプラットフォームが必要だと言われている都市 OS だと。でアプリはいろいろといろんな領域ごとにみんな作ってるぞと、じゃあこれつなげるんだなとい う, こう青写真は頭の中にあるんだけど、それをビジネスモデルに落っことすっていうところになってくると、特に自治体の人っていうのは必ずしもそのビジネスをやってきてるわけじゃないので、まあ、困ったなというのは、実は我々アンケートを取ったんですよ。スマートシティインシティートで会員の、自治体約180いくつのところにアンケート、大体100ちょっと回収終わってるんですけど、そうするとね、トップがマネタイズビジネスモデルのところがどうしていいかわからないところなんですよね。でそこにつながるお話のだなと思ったもんですから、まあここのところで、まあアプリでもそんなに儲かるわけでもなく、都市 OS でもそんなに儲からないっていう形になってくると、まあヨーロッパなんかだとそれはパブリックセクターかシビックセクターでやっていく公共財に近いものっていう認識になるんでしょうけど、日本の場合ってこれどういうところが落としどころになりそうですかね。各都市に会津若松みたいに何十億も金突っ込むってなったらできるんですよ。突っ込めないでしょう、うん、そんなに。だから基本的にはオープンソースの都市 OS でやるしかないんですね、多くは。オープンソースの都市 OS でやると、それをやってる人がもらえるお金はクラウドの利用料しかない、うん、クラウドの利用料はまあただではないけれど、まあチャリンチャリンとは入るけれど、そんな大きくない。で、その上のサービスは多分非常に基本的なサービス、例えばマースだとか防災だとか、あるいは金融とか、その種のは大きな会社がやっていいんですが、地元に密着したサービスってやっぱりベンチャーとか地場企業の方が向いてるじゃないですか、うん、でそうなるとそちらの方は大企業は全く儲かんないですね。したがって唯一残ってるところというと、実は2カ所あって、一番下のインフラ系です、うん、IoT のインフラ系です、うん、今 IoT の、マーケットサイズの半分はインフラです。で、スマートシティでも多分そういうことになるでしょう。高いんですよ。うん、センサーを引いて、ネットワークを引くわけでしょ、うんうんうん。かなり高いです。なるほど。で、それともう一つ儲かりうるのは、本人同意とか、認証とか、予約とか支払いっておおよそのサービスで使うじゃないですか。これを今内閣府のスーパーシティの方でも、先端的サービス実装ということで議論してるんですが、その手段はひょっとしたら競争領域じゃなくて協調領域の可能性がある。つまり都市 OS は協調領域なので、ここは競争しない。サービスは競争領域なので、ここは競争する。都市 OS は協調領域だから競争しない。その中間にあるものというのはどういうものだろうっていう議論があります。ですから一番下のインフラとから、
都市 OS とサービスの間のところが、マネタイズするときに、これ民間企業の立場ですよ。民間企業の立場だとそうなります。自治体の方からすると、なるこれは全然話は変わるんで、よろしいです？ほど。いや、はい、ありがとうございました。スーパーシティの議論の中で、これからね、12月にテンダーが始まるっていうことで、まあ、皆さん一生懸命これからさ、資料作ってってどんどん詰めに入ってるわけじゃないですか。それで、内閣からも連絡を受けて、さあっていうことで、気合が入ってるわけですけども、その都市 OS 周りのところって、勇み足でやるわけにもいかないし、で、まさに競争ではなくて協調領域になってくると、誰かが勝手にこう、なんとかしのバージョンって書くわけにもいかないので、一番こう、様子見に入りやすい領域だと思うんですよ。国がこう、これだよって言ってくれれば、それに乗っかるのもみんなにとっては、プラスサムというか、一番いいところになってくると思うので、で、このところがもう少しあれなのかな、分かってらっしゃる自治体もあるのかもしれないんだけど、もうちょっとこう、共通認識になってくると、じゃあどこに力を割くべきなのかっていうところにね、議論がこう向かうような気が、なんとなく個人的にはしますね。この2年やっぱ間りの、内閣府の中でも一生懸命考えてるんでしょうね。この2年間の総務省と国交省で採用された都市、スマートシティで、それの都市 OS を調べてみれば、もうおのずと明らかなんですよ。どうなってるのかっていうのは。つまり都市 OS に金をかけることをしてないので、現実的には NGSI が、一番割合が多いです。ファイウェアって言い方しちゃうとヨーロッパのプロジェクトの名前なんで、NGSI っていう API のっていう呼び方が正しいんですけど、だから投資 OS になるべく金をかけないで、金のかかる下のインフラとか、金のかかるサービスとかに注力するっていうのが、現実的にはそうならざるを得ないですね。そうならざるを得ないってことですね。そうです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、北野さん、どうですか？ありがとうございました。とてもこう、なんていうんですかね、技術的な話のスライドであったのですが、奥井さんの話がとても分かりやすくて、多分技術というよりも戦略的に何をしていかなければいけないのかっていう目線でお話しくださったかと思うので、すごく整理整頓、私の中でもできたと思ってます。で、今の、南雲さんと奥井さんの話も聞きながら、ちょっとこう、なんですかね、聞きたいところというか、思ったことが1点と、あともう1つ、質問の点がありまして、1つ目のところでいきますと、この、DPC の、思想というか、背景というのは、日本の技術を国際標準を適用していくというか、より都市 OS なり、このデータ連携のモデルということを、民間企業が主導としてやっていく中において、日本の国内市場に閉ざされてはいけないっていうところがある活動なのかなというのを、ちょっとお聞きしながら思って、聞いていました。で、それをこう DPC という団体でやっていくときに、お話内容を聞いていると、ちょっとこれな、すみません、あんまりこう組織のガバナンスの話になってしまうので、それは質問ではないんですけれど、やってらっしゃる内容が一般社団法というよりはもう公益みたいな話に近しいというか、そういったように聞いておりまして、もしくはこう NGO みたいな、ようなちょっと印象を受けておりまして、ふわっとしてしまうんですけれど、日本の中に閉ざされない、より国際的に、市場を考えながら、今自分たちが次にどんなデータモデルを民間は考えていかなければいけないのかということをやろうとすると、当然、よりオープンで、より公開されているものをどんどん利活用していく、それを推進していく、それが NGSI だっていうところにこうつながるのかなと思ったんですけれど、私自身も、今回コロナのことをこういろいろと対応させていただくソリューションを作っていくときに、オープンソースとかにチャレンジしたんですね。で、その時に、オープンっていう言葉と無償っていう言葉が日本は結構同意語で 伝
伝わってしまうことがあって、そこがすごくこう難しかったですね。民間としてオープンな何かをやるということと、それを無償と同じで思ってないところを、でもオープンにするので無償でご提供するっていうところをどう伝えるかってところがあったので、それをこう一般社団法人という形でやってらっしゃってるところに、すごくチャレンジをされてらっしゃるんだなっていうのが、すいません、これは感想として思った部分でございました。で、一点ちょっと質問のところでは、先ほどどこがその結局都市 OS はマネタイズというか、そのそこにマネタイズの要点があるのではなく、サービス領域もしくは認証でっていうところとか、インフラの部分ですっていうお話があったんですけれど、結局この、民間企業が都市 OS の文脈でやはり民間なので利益を追求していく団体組織として動かなければいけないときに、例えばそのインフラ周りにICT のセンサーをこう整備していくところで事業を成り立たせていこうと思ったときに、今の課題っていうのは、社会的な課題っていうのはどこにあるんでしょうかっていうのが質問で、例えばその社会的な構造物にデータを収集できるようなセンサーをじゃあ搭載しようと思ったときに、これはちょっと前回ご登壇いただいていたMRI の方のご発表の時にも思ったんですけれども、結局そのビルの管理者の方の権限になってしまうじゃないですか。でそうするとデータの横連携ってどういうふうに どこの組織がどのように語っていけばいいのかっていうのが分からなくて、でしかしそこがマネタイズと紐づくっていう場合は、どこがそこをこうプッシュすることができる要因になるのかなみたいなところをちょっとこう考えながらお聞きしていたものですから、もしそういった部分についてマネタイズのそのデータを、ICT の企業がやっていきたいと思っていても、結局一つ一つのビルに何個入れるっていう、そういう単純なセンサーの掛け算の、そういった市場になってしまうのか、いやそうではなくてもっと大きな視野でデータを利活用していくところにマネタイズの、市場の測る計算軸があるのかみたいなところが、もしなんとなく奥井さんの方で感じられているところがあったのであれば、ちょっと教えてくださいと思いました。ありがとうございます。私は本業が戦略コンサルタントなんで、大体語ることがそういうふうに戦略的になります。で、DPC はメンバーを見ればお分かりのように実装する団体で、データの標準化や何かっていうのは多分明日 BTA の話になるんですよね。そうです、はい、ね、だからデータの標準化とかは DTA で、それの実装は DPC って、もう兄弟の関係なんです。なので、こちらは実装なので話がなんとなく生々しくなるっていうのはそういうことです。で最初から国際標準を使ってモジュールもデータもそれに従うっていうのは、これはもう国策でそういうふうにやらざるを得ないからそうやってるわけですね。もうご存知の通り、国内でいろんなシステムがバラバラに作っているので全然連携できなくて、完全にデジタル配線の状態なわけですね。ということは、これからやることはすべからく国際標準に従ったもの、あるいは日本から国際標準として打って出せるものでないといけない。なのでそれでやってます。ですから個別に作った都市 OS っていうのは金がかかるだけで儲からないからあんまり進めしてなくて、オープンソースって実はティーズ&シーズが一個一個決まってます。ファーウェアカタログサイト見てたらモジュールがたくさん並んでまして、そこにティーズ&シーズでどういう条件で使うっていうのを書いてあります。それに従って使うんですが、もうオープンソースって言ってもソースコードを使う人は今はいないですね。ほとんどもうコンテナでダウンロードしてそのまま動かす。で、まあそういう意味で言うと非常に時代がそういう時代になりましたよね。で、マネタイズなんですが、下の方のインフラで儲ける人ってのは業界決まってますよね。で、この人たちはこれでやればいいんですが、スマートシティのインフラだけで儲かるわけじゃないんですよね。これはある
その彼らの商売の一つでしかないわけです。で、また上の方のサービスを作るのは、それはもうやっぱり限定的な話なんで、結局は、明日の DTA さんに出てくると思うんですけど、データ流通ですね。データが流通する社会になって、そこに価値が、こう、重きを置かれるようになったときに初めて、この構造が生きてくるんだとは思っています。ただ、まあ、日本の現状を考えると難しいとは思います。でも、始めないとね、Now or Never ですから、とりあえず始めてます。以上です。ありがとうございました。なるほど。そうですね。データがやっぱりあってこその実装だし、でも実装する仕組みが、スキームがやっぱりバラバラになっていては、データを標準化していく意味がないし、両輪ということですね。その通りです。はい、ご質問がね、いくつか入ってるので、そちらにちょっと目を向けてみたいと思います。まず最初ですね、宮沢さん、現在内閣官房 IT 総合戦略推進室は官民連携コンソーシアムも行っています。その中で、W3C が制定した世界標準の分散型 ID、ディセントラライズドアイデンティティを個人のID として位置づけ、マイナンバーと紐付けしようとしています。この分散型 ID と NGSI はどのような位置づけになるのでしょうか。ちなみに、分散型 ID と OpenID コネクトは連携する議論をしています。というご質問ですね。この議論はですね、なかなか難しい議論でして、マイナンバーがかかるとあんまり変なこと言っていけないのであれなんですが、ID の上に ID を重ねる意味があるかどうかっていう議論から始まるじゃないですか。いや、で、それと NGSI はそういう意味で言うと別物なんで、たまたま認証認可するときのAOSとか OpenID Connect でそれに関わるというだけなんで、世の中がそっちに触れればそれに従うだけの話です。レイヤーが違うんで、こちらが決めてくれればそれに従うっていう、そういうつもりで言います。で、その、ディストリビューテッド ID の議論について今僕がここで言うするのは、立場上ちょっと控えておきます。はい。ありがとうございます。続いていきますね。山本さん、センサースラッシュネットワークが収益の過半を占めるというご指摘がございましたが、そうなるとやはり民間企業でスマートシティを狙って十分なマーケットを獲得し得るプレイヤーは通信スラッシュ SIR になりますでしょうか。それともサービサーでも特定領域はかなり大きなマーケットになるとお考えでしょうか、というご質問。スマートシティのマーケットサイズの予測っていうのはいろいろ出てるんですね。多分インフラ系に都市 OS を加えて5年後で6000億ぐらいだと思います。で、そのくらいのマーケットサイズがあれば、まあいわゆる通信とか機器メーカーもうそこそこの商売になると思います。現実問題としてヨーロッパのファイウェアの中心の企業は、スペインのテレフォニカ、それからフランスのオランジュ、フランステレコムですね、が最初にやったんですよ。もうそれ狙いなのが見え見えですね。他にも例えばネットワーク系という意味で言うと、例えばシスコさんなんかもそっちのインフラ系のところまで随分頑張って、で、そこでビジネスがあるのは間違いないです。じゃあいわゆる SIA がどこで儲けるのかというと、都市 OS で儲からないとするならばその上のサービスですが、サービスも個別の細いやつで儲からないとすると、先ほどの共通的なものと全体のインテグレーションですね、全体をインテグレーションしたら誰かが運用しないといけないでしょ、誰か運用する人がいないと困るじゃないですか。で、それは SIA の仕事ですね。で、特にセキュリティとか本人同意とかですね、あるいは自治体がいや、うちはゼロトラストで行くとか言い始めたら、かなり大変な運用になるんで、
SIR はそこでも儲かります。うん、これ、あれですかね、その ASEAN 諸国とかね、まあ、アジア、これ発展途上国で人口も増えるし、これからそのスマートシティをほぼスクラッチから作れるようなところっていうのは、昔のなんていうの、工業団地を作るみたいにね、本当にインフラから始まって、あらゆるビジネスチャンスが下から上まで全部揃ってるっていう感じで、ロット感もあるので、そっちの方がむしろマーケットとしては面白いって、なんか日本人で言っていいのか分かりませんけど、っていう感じですね。全くその通りです。ですね。だからやっぱりあれですね、中国とか、まあ、ヨーロッパ系もみんなアジアマーケットっていうところにどん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 今出ようとしてるわけですね。その通りです。なるほど。もうあれなんですかね、その、先ほどのあったその市場が日本国内に、まあ、閉じないっていう意味もおいて、こうあんまりこの言い方良くないかもしれないんですけど、それこそこう日の丸としてなんかこう一つの街を日本のいろいろなサービスはセットで例えばこう行くみたいな、そういったような、そういったような戦略あり得るんですよね。日の丸でやるべきなのは上のサービスレイヤー、うんうん、それとあと共通的なサービスになると思うんですが、マイナンバーとの連携、うん、ここは独自になります。でそれ以外のところはインフラにしろ都市 OS にしろ、まあ、ちょっとインフラセンサーの、あの種類とかあるんですが、基本的に国際標準にした方がいいですね、うんうんうん、データモデルも国際標準がいいですね。でもデータを使ったサービスは日本独自というか、その地元独自のものになると思いますよ。なんかとっても安直な発想ですけど、その今後その途上国周りでそのインフラがね、こうマーケットとして非常に収益源になるっていう形になってくると、欧米系のそういう、こうインフラ周りをやる会社の株を買っといた方がいいんじゃないかって、自ら挑んでいくね、その経験を勝ち得るコストと株を買うコストっていうか、まあ、株は別にそのなんと投機をやるって言ってるんじゃなくて資本主義なんだからね、そういうゲームの仕方もあるのかなっていう意味で言ったつもりなんですけど、だから会社買っちゃってるんですよ、簡単に言うとね。まあありだと思いますけど、とりあえず日本政府は今スマートシティのインフラ輸出っていうのを ASEAN に対してやろうとしていて、うんうん、ASEAN のスマートシティのリーダーシップは日本が取ると、とりあえずこの後言っちゃったんで、あの G20 とかのああいう時に、まあまずは我々が頑張るんでしょうね。そうですね。いや実はあの今年のアジアスマートシティ会議は我々がバックやってるので、まさにそれはもう一蓮托生なんですけども、うん、ただなんかあまりにもなんていうのか、日本のスマートシティで成熟したものを持っていくっていう時間はないぞっていうところでね、どうそのまあ二頭を追わなきゃいけないところでうまく成功するのかっていうところは難しいなと思ったっていうのが実は腹なんですけども、まあ、日本としてはやっぱりね、そういう日本のものでスタンダードを取っていく、標準モデルを作っていくっていうことで唯一出れるマーケットが ASEAN、 ほっとくと中国が来ちゃうし、と、いうところでもう瀬戸際っていう感じですよね。そうですね、ほっとくと中国の BAT の人たちに取られますね、うん、インフラから根こそぎですよね、うん、なんかね我々が今あのコロナで国内がまだこう落ち着かない間に中国はなんとかもう抑え込んだ感があって、でそれもテクノロジーを持っていろんなそのコンタクトトレーシングを含めたスマートシティで、まあ、まあ個人のプライバシーが犠牲になってるっていうことが前提ですけども、一つのモデルをもう作り上げていて、でかつその銀行みたいにね、融資もする体制を持っているというところで、途上国で自らスマートシティの、まあテクノロジーなりインフレを作ることができない国に対しては売りつけるっていうことができる環境に彼も立ってるので、非常に手強いですね、うん、そうなってくると。もうその通りです。あんまりここ突っ込むのやめとこうかな。はい、ありがとうございます。最近はでもそれで言うと最後に一つだけ、やっぱりあのあれですね、横の韓国の動きも本当にすごいあのアジャイル で、ね、でやっぱこうああいう、 こう小さな成功をどんどん積み上げて回していくやり方みたいなところ、あと自分たちが持っているこうコンテンツというか文化のこう発信の仕方、あのそれこそ若者のところも含めて K-POP じゃないですけど、そういったところからこう韓国に対するこうあまりこう
なんですかね、ネガティブ感がない 文化層から入っていくやり方とか、すごくこう興味深いなと思っていて、結果的にやっぱりサービスを埋め込むっていうのはそういうことなんだろうなと思ってるんですね、うん、中国や韓国のスマートシティと比べると日本は半周遅れぐらいですかね。それをなんか輸出しようっていうのが、まあ、僕としてはかなり無理筋だと思うんですけど、うん、いや最近ね、あのいろんなその、まあ、IMD とかああいうところ そのグローバルコンペティティス、コンペティティブネスランキングみたいなのあるじゃないですか。ああいうのをこういろんなずらっと並べていろいろと分析みたいなのやってるんですけど、ほとんど中国韓国にはこう水をあげられる方向に向かってってますね。もうシンガポールがとっくの先行っちゃってますけども、でと考えると10年ぐらい前からもう人材育成ぐらいのところからもう差がつき始めてきていて、でそれがあのイノベーションを起こす力であるとか、デジタルでそれを、まあ、ビジネスにする力とかっていうところにどん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 こうなんていうかインプレメンテーションの世界で差がつき始めているので、よくねその日本はピサで基礎学力はトップランクだってやってるんだけど、それがそのデジタル化とかイノベーションのビジネスのところに結びつける力のところでなんかこう足踏みしてる感じがちょっとありますよね。まあ、これはどうしようもないですね、うん、あのとりあえずあのこの菅内閣の掛け声が大変なことにデジタルになってくれたので、ここで一生懸命頑張って3週遅れを2週遅れ1週遅れぐらいまで戻さないといかんでしょう ね。で僕らも追いついてる時には先方はもっと先行ってるんですけどね。いやまさにいつなおはネバーだっていう感じです。本当です。次の質問いきましょうか。川端さん、NGSI の次に期待される標準化の種を伝授くださいというのが来てますけど。あの、NGSI そのものは、あの、ETSI で標準化していて、あの、年々あのバージョンアップされていきます。だから NGSI そのものもバージョンアップして、今のバージョンは NGSI-LD だったかな、なのでそれはそれで追いかけるべきだと思います、うんうん、でデータ連携に関しては、まあ、とりあえずこれだけ使われてるんで、あの先ほどのようにこれチャットにもあったと思いますけど、あの性的なデータオープンデータの時にはリンクとオープンデータ LOD で、あの動的なデータの時には NGSIでバッチでバカッと開ければいいんだって、FTP。大体この3つぐらいあるとデータ連携できるわけだから、まあ、次がどうなるかっていうのは、その ETSI の NGSI の標準化動向をご覧になっていればいいんじゃないでしょうか。はい。今、次の質問、佐藤さんも見てるんです。これ、今ので半分お答えいただいたようなものなんですかね。P15 の。ご説明あった VLED の API は聞き終わったんですが、はい、LOD です。リンクとオープンデータ。うんですね。VLED は VLED。はい、皆さん、あのサーチしてください。あの、オープンデータの団体ですよね。産業系の、はい。はい、次です。久米さん、地方創生の文脈で都市 OS に連結する民間領域の提供サービス。サービスアプリ部分に地域の事業者が競争、参画、マネタイズしていく可能性はどうでしょうか。行政サービスは差異が出にくいし、ここが都市間の競争部分のような気がしますが、どうでしょうかというご質問ですね。これはスマートシティというよりもスーパーシティに近いですね。例えば、スーパーシティの動画で出ているように、山奥に住んでるおばあさんが、あの毎月病院に行って持病の薬もらわなきゃいけないっていう時に、自動運転の乗り合いタクシーがやってきて町まで連れて行ってくれて、で事前にその、病院の予約ができて薬ももらえてまた帰ってくる、その時の支払いは地域通貨、地域ポイントでやるとかですね、この流れ一つとっても実は予約、支払い、あとマースでヘルスケアで、これらが混ざってるんですね。したがってその種のなんていうのかな、ユースケースをいくつか並べてみると民間のサービスが間に組み込まれる、あるいは
組み込んでいく可能性非常に高い。だからそのためにもそのデータ連携が可能な共通 API が必要だっていう、そういうことですね。視聴者の皆さん、スーパーシティ のホームページに行くと、ビデオクリップがあって、今、奥井さんが、ね、ご説明された映像があるので、ご覧になって、ご関心がある方はご覧になっていただけると、イメージが湧きやすいかなと思いますね。おばあさんがまさにね、病院に行くんだけども、無人運転の車がもう迎えに来て、で病院に着くと、もう来るってことを了解していて、ドアが開いて、もカルテも開いて待ってと。すると息子さんにも自動で連絡が行っていて、で診察の状況をテレカンファレンスみたいな形で入れると。で、帰ろうとすると、もう支払いも地域コインかなんかで、あれ、地域コインは、タクシーかななんかも支払いがあったりとかって、全部つながってるっていう話ですね。そうですね。確か草刈りをやって、地域コインがたまるんですよ。ああ、そう。あれ、奥井さん作られたんですか？よくご存知ですか？僕じゃないです。いやいや、すごいご質問。ありがとうございます。佐藤さんからさっきの続きから、性的なデータとはどのようなものでしょうか？例をお聞かせいただければと思います。統計データです。統計データ。自治体がオープンデータで出しているのというのは、基本的にはその自治体にまつわる統計データですよね。で、統計データっていうのは、まあ、更新頻度はそんなに高くないわけですから、これが性的なデータになります。で、自治体のデータだと、例えば、BSAS っていうシステムがあって、あれも基本的には性的なデータの集まりで、あれも API があって、で、あれをこうダウンロードできるわけですけど、あの種の類のものです。動的なデータというのはセンサーのデータとかで、例えばある河川の、ある場所での、水位がなんか、10分おきに変わるとか、あと加古川市でやったのは、保育園の、部屋の中の温度湿度とかのセンサーですね、子どもたちの環境ですね、こんなの動的データね。これとは別にストリーミングデータっていうのがあって、これは NGSI でやってもいいんだけど、ストリーミングはストリーミングでやった方がいいような気がします。動画ですね。はい。ありがとうございます。大体質問できりましたけれども、もう一個来ましたね。P14 で、相互説明性であった、相互運用性かな、内閣府2つの部署、スマートシティやってる部署はなぜ API を公開と言わないのでしょうか、それはどのような意図なのでしょうか。API を公開と言わないはと。い。スーパーシティでは API を公開するということになります。で、スマートシティでは API を公開するとまでは言ってません。で、スーパーシティの方は内閣府の地方創生推進室で、スマートシティの方は、内閣府の科学技術イノベーション。要するに科学技術イノベーションですから、技術開発なんで、地方創生の方は、完全に地方創生なので、そうやってエコシステムを回すっていうところまで、こう、論点が進む。多分、スマートシティの API も公開されることになると思意図としては、スーパーシティで、標準的なそのモデルができてくると、もうそれで都市と都市をつなげる形ができるというようになってくるので、横展開でスマートシティでも、まあ、標準的な話になっていくだろうという流れを想像すればいいわけですよね。別にスマートシティの方が、API 公開するって言ってもいいんですけど、すでに何十個もプロジェクトやっていてですね。しかも、この数年までばらまきが多かったんで、ばらまき状態のもので API 公開しろと言われてもですね、されても困るわけです。おおよそ API になってないものが多かったんで。でも、スーパーシティはこれからですから、これからやるならちゃんと API 公開しようよっていうのは、まあ、そういう意味では経緯の、いきさつの違いですかね。なるほど、なるほど、わかりました。
マートシティがこれからこうよりもしかしたらそのスーパーシティの API 側にサービスをちょっとこう寄せていく可能性はあるんですかね。いや、あのスーパーシティとスマートシティって違わないんで、違いはあのスーパーシティの時にはあの首長と議会と住民を巻き込んで必要な規制改革を行って国家戦略特区に認定されることで、案件として採択されるためには最低5分野やると。はい。でスマートシティはそういうこと言ってない、うんうん、スマートシティはとりあえず1分野でもいい、うん、なのであの概念としては実はどっちでもいいんです。国際的にはスーパーシティってことがないんで、あのスマートシティが一番大きな概念。まあでもそれ地方創生推進に行くといやいやスーパーシティの方が大きいって言われるんですけど。なるほど。そこにだから寄せていくコストにこう必要性があるかどうかみたいなところを、まあ是々非々で各スーパーシティ、あ、スマートシティを、まあ、運用もしくは作っているベンダーも含め考えていくっていうことにきっとなるんですね。そうですね。今あのすでに NGSI でやってるのが10カ所ぐらいあるんですけど、スマートシティ、はい、これは別に寄せる必要もないんですね、うんうん、その他のやつはいつか寄せなきゃいけない時が来るか、あれは実証だったから本番は違うのよっていうことになるか、あの別にあのオープン API なんで今すでにバラバラに作ったその隣に NGSI のモジュール入れても動くんですよ。それ動くんで、あのそういうふうにするか、やっぱやり方あの個別で変わると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ですね、あのだいぶお時間になってきたのでそろそろ終わりにしたいと思いますけれども、何か最後にあのメッセージというかコメントを奥井さんからもしあればいただいてそれで締めたいと思います。いかがでしょう。あのようやくスマートシティスーパーシティの実装段階に来ましたので、ぜひともその標準的なもの 強調してやるべきものと競争領域というのをきちっと分けてですね、何でも全部上から下まで作るんじゃなくて、あの 強調領域っていうものを意識して進めていただくね。以上。はい、ありがとうございました。それではあのこれであの大変勉強になりました。いや本当に来ていただいてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。奥井さんどうもありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、北野さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ土屋さんよろしくお願いします。はい、スマートシティインスティテュート事務局の土屋です。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。最後にちょっと簡単に事務局からご案内させていただきます。今日ご覧いただいた皆様にですね、この後アンケートが自動配信されますのでぜひご協力お願いします。今後のプログラムにつきましてはホームページ PTX、過去の動画はですね、YouTube の方で公開しておりますのでぜひこちらの方もご覧ください。今後の予定でございます。簡単にご紹介します。今週もですね、フルに月曜か金曜日までございます。ここにお示ししているような形でですね、明日今もお話ありました、DTA の清水様にご登壇いただきます。水曜日はスタートアップ、木曜日は、政府のですね、CIO 上席補佐官のザーマさんにデジタルガバメントの話をしていただきます。金曜日はですね、新しい、まあ、地球と市民とウェルビーイングということで、まあ、幸福感のですね、幸福論の研究されてます内田先生にお話をいただくという形でなっております。それから12月の後半ですね、アジアスマートシティ会議のプレイベントが1週間ございます。その後ですね、今日から公開しておりますが、学生の皆さんにご参加いただいてスマートシティについてのワークショップという形でやりますので、ぜひこちらの方もお楽しみにしていただければと思います。12月の14日から18日ですね、アジアスマートシティのプレイベント会議のプレイベントということで横浜ウィークと題しまして、毎日4セッション合計20セッションでですね、横浜のスマートシティのいろんな取り組みをご紹介させていただきますので、ぜひこちらの方もですね、同じく Zoom のお申し込みになります。お申し込みいただければというふうに思います。スマートシティインスティテュートにつきましては簡単に、
設立2年目を迎えたところでございまして、会員数も約350というところまで拡大しております。法人の会員制度になっておりまして、地方自治体の皆様、それから非営利の団体様はですね、無料でご参加いただきますので、ぜひこの機会にご入会ご検討ください。それからですね、個人でフォローをという場合にはですね、こちらにお示しします各種 SNS でいろんな情報を発信しておりますので、ぜひこちらの方をフォローしていただければというふうに思います。はい、事務局からのご案内以上となります。それでは本日も皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。奥井様、北野様、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼します。